はい、皆さんこんにちは、あきらです。今回はインスタグラムに縦動画でかつ高画質な動画のアップロードの仕方についてご紹介していきたいと思います。はい、ということで、インスタグラムの高画質なアップロードの方法についてご紹介していきたいと思います。で、今回ね、縦動画で投稿する方法と、あとできるだけね、高画質で投稿するやり方についてご紹介していきたいと思います。で、これはね、全然質問とかがあったわけじゃないんですけど、皆さんインスタグラムやってる方がほとんどだと思うんですけど、まあ自分がね、作った映像とか自主制作したものであったり、タイアップ映像とかいろいろね、あると思うんですけど、それをまあインスタグラムに上げて、で、より自分の活動を知ってもらうというか、そういった活動を、まあ、したいなと考えている人に向けて、まあ、この動画を撮っている次第でございます。で、せっかくインスタグラムにアップするなら綺麗にアップしたいといった考えに至ると思うんですよ。で、それをまあ僕がねインスタグラムに投稿することに対して約1年ぐらい試行錯誤しながら僕なりの見解にはなるんですけど、まあお伝えしていこうかなというふうに思っております。はい、まず高画質の前にアスペクト比を定めた方がいいですね。インスタは動画を投稿する際は一応ね3つの投稿サイズがあります。1つ目が正方形で、あとは横長の長方形で、最後が縦サイズっていう感じになっています。で、僕は8割縦サイズで投稿しております。どのアスペクト比で投稿するのがいいかっていうところなんですけど、僕の考えでは縦動画が一番いいかなっていうふうに思っております。普段の動画ってだいたい16対9のアスペクト比で作ると思うんですけど、インスタの縦動画ってなると4対5になってくるんですね。なので横長のものから縦長に切り替えないといけないので、クロップする必要があります。じゃあなんでクロップしてまで縦動画で投稿するかっていうと、僕は縦動画で投稿した際にインスタの中で一番ね表示される部分、スマホとか iPhone に対して一番画面いっぱいに表示されるのが縦動画なんですね。 iPhone とかスマホでの端末を使ってるユーザーに限るんですけど、そういったユーザーが一番目に自分の動画を目にする画面の比率の中で一番動画が多い部分がこの縦動画のサイズになっているんですね。逆に横動画16対9の動画になると表示の部分というのはこんだけになってしまいます。でも映像の全てを見せることは可能となっています。ただ僕は映像の全てを見せるっていうよりも、ユーザーの端末に対してできるだけ表示の大きい動画のサイズにしたいので、僕は縦動画で撮っています。で、これはね僕なりの見解なので、これが正しいというわけじゃないので、そこはご了承の方お願いいたします。はい、でまず予備知識として知っておいてほしいことをお話ししておきます。インスタグラムは画質の面で言うとまだフルハイビジョン止まりなんですね。 4K 動画は投稿することができないというふうになっております。またインスタグラムに投稿する際に圧縮されて、投稿されてしまうといったことになっております。で、あとはファイルタイプですね。動画のファイルタイプとして推奨されているのは MP4 と MOV ファイルになります。で、最大の動画ファイルサイズは 4GB となっております。フレームレートは最大 30fps までとなっております。で、60fps ができないので、僕は30と24だったらもう僕は絶対に 24fps にします。よりねシネマティックな、まあ、映画24なので、まあ、テレビっぽい動画よりかは映画の24に合わせて投稿した方が、まあ、よりなんていうの、その独特な世界観が出せるかなというふうに思っております。アスペクト比は、縦動画のサイズで MP4 か MOV ファイルで 4GB 以内の、24fps の動画を制作するやり方をご紹介していきたいと思います。じゃあちょっとね画面を開いてやっていきたいと思います。まずシーケンスを作っていくんですけど、ここを押してください。で、新規項目のシーケンスでシーケンスを、設定することができます。で、まあ、ここにねいろいろあるんですけど、インスタ用の縦というものが多分ないので、自分でカスタムでやっていきます。なのでこの設定から編集モードを一番上のカスタムにしてください。で、タイムベースですね、これはまあフレームレートっていうところになるんですけど、インスタのフレームレートは30フレームが限界なので、僕はね24で統一しています。で、フレームサイズですね、問題は。で、ここが一番、まあ、どのアスペクト比にしたらいいかっていうところになると思うんですけど、縦サイズ投稿でする場合は縦が1080で横が1350にしてください。そしたらね4対5になります。で、まあこんな感じで、これで OK をすると、こんな感じのインスタ用の縦動画のものになります。で、例えばですね、もう完成、すでに完成している横動画の動画とかを縦に変換した場合、変換したい場合はこういう風にもうそのまま入れると縦で作ることもできます。で、これもね
できるんですけど、これねクロップされてるんですよ、だいぶ。なのでここのスケールをかなり低めてあげます。そしたらまあ綺麗にこんな感じで作ることができます。でこれを書き出すとそれで OK です。はい、さっきの動画やと書き出しに書き出しを重ねるんで画質がね悪くなっちゃうんですね。なのでできるだけオリジナルの素材を書き出しするのが一番いいんで、例えばこれね僕がねちょっと今制作中の動画になるんですけど、これをそのままオリジナルで書き出すやり方をご紹介します。でこれも新規項目のシーケンスから設定でカスタムで、ここをさっきと一緒ですねに変換していきます。で4対5で新しくシーケンスを作ったら、あとはこれをね全てコピーするんですね。コマンド C でできます、 Mac は。はい、でコマンド V でペーストをするとこんな感じで一応映像入ってるんですね、うん、でこれを一つ一つ全て綺麗にクリップを戻していく。でこれの方がめんどくさいんですけど、こっちの方がいい理由もあって、それはこの左右の場所を好きなクリップで選べるんですね。ここのクリップはもうちょいこっちとかで、このクリップはもうまずこう下げてから、ほんでちょっと左に寄せようかなみたいな。でこれはじゃあこれはもうど真ん中に入れようとか言ってこんな感じで、はい、で書き出したら、まあ、インスタ用のサイズになるといったところになります。でここだけ確認しておいて、さっきのアスペクト比になってるかを確認したら、あとは書き出しで OK です。はい、という感じで、インスタのね縦動画のサイズを、作るやり方についてご紹介しました。あと最後に高画質でアップロードするやり方についてなんですけど、まずそもそもパソコンで、動画を投稿することっていうのはできません、うん、なので iPhone とか端末アプリケーションを使って、投稿するようにしてください。 できるだけね高画質にアップロードする方法っていうところなんですけど、これは映像の素材を圧縮させないことに限ります。僕はねもう 4K で全て統一して映像は撮るんですけど、フルハイビジョンに投稿する際に圧縮されてしまうんですけど、 4K の素材がフルハイビジョンで書き出ししたとしても、それはフルハイビジョンをフルハイビジョンで書き出しする素材、同じ素材よりは 4K をフルハイビジョンに書き出ししてるやつの方が綺麗なんですね。これはできるだけね高画質のアップロードをしたい時は、できるだけ自分の持っている機材を最高画質で撮影しておく、で書き出しだけフルハイビジョンで統一してアップロードしていくっていうのが一番綺麗な、制作のフローになるかなというふうに思っております。そんな感じで今回は終わりにしたいと思います。あ、でこっちにインスタ出てくると思うんですけど、僕のインスタよかったらフォローしてみてください。いろんなね動画をほとんどが 4K のフル HD 書き出しなので、それでね雰囲気とかわかると思います。じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。アキアでした。I think that you won't break